問題です。我らが聖地赤ちょうちんの代名詞といえるメニューといえば何でしょう。おでん。もつ煮でございます。最短でお家で楽しめる非常に簡単にできるもつ煮の作り方ということですからね。もつがまず柔らかい。大根はしみしみでございます。このもつ煮を出す店が近所にあったら3日に1回は行っちゃうかな。はい、皆さん大好きもつ煮。まあなんかやっぱりね、赤ちょうちんの老舗とか行ってもつ煮頼むと何日間ずっとたしたし煮てるんだみたいなね、あれとても美味しいんですけど、さすがにあれを家で作るのはなかなか困難なので、食べきりの家で作れる非常に簡単にできるもつ煮を今日はご紹介したいと思います。では材料紹介です。豚もつですね、今日は使うのは。まあこれが一番手に入りやすいもつだと思います。スーパーで真空パックで売ってるんじゃないですかね、冷蔵コーナーので。これはすでにボイルしてるのでそんなに匂いきつくないです。生の場合は当然作り方違うんですけど、今日はこのボイルを使った作り方をお教えしますね。で、大根、人参、こんにゃく、アク抜き済みです。それからニンニク、生姜、赤唐辛子、水、酒、めんつゆ、味噌、醤油っていうね、はい、家にある材料でございますね。まずお水、お酒。でこれ生のものを使う場合はここで一緒に最初から煮てっちゃったらもう完全にアウトです。もう匂いきつすぎて食べれないし、アクも尋常じゃないので、もし生のもつを使う場合は1回煮こぼす感じですね。1回下茹でしてからその水分捨てて水気切って再度煮ていくっていう感じになります。でこれはボイルなのでもうドサンと入れちゃいます。で野菜類を切っていきます。まずディアコン、人参も皮むいていきましょう。まず人参切っていきますかね。ヘタの部分を落として、だいたい 1.5 センチ角ぐらいなので、縦4等分にして、まあ、先端の方がこのぐらいのサイズでいいと思いますね。こんな感じでしょうかね。はい、あんまり大きすぎず、で目安は大根よりもちょっと小さい。人参切れましたらですね、もつと一緒にお酒とお水の中に入れていきます。で次に大根、だいたい2センチ角ぐらいですかね。まず縦に厚めにスライスして、さらに縦に2センチ幅ぐらいで切っていって、で横にさらに2センチ目安つけて切っていくと。でこれも中に入れていくと。で全部材料入ったら火をつけます。火にかけてる間にこんにゃくも下ごしらえしておきます。スプーンでこのようにこそぐように、こうするとこんにゃくの断面が多面的になるのでちょっと味が入りやすいですね。はい、この状態で置いておきます。でニンニク、生姜、すりおろしておきます。キャンプ場でもね、僕よくもつ煮するんですよ。朝ごはんでも食べれるから、だから夜はもつ煮をつまみに食べて、朝はさらに煮詰まってるし置いとくじゃないですか。味も深いんで結構濃い、それをご飯にかけて食べる。うどんでもいいですね。はい、これですりおろしですね。調味料合わせておきます。めんつゆ、味噌、赤唐辛子も一緒にしています。でお醤油、今回の味の組み立て的には結構あっさりめのもつ煮にしてます今回。でもう少し重めにドロッとした感じのもつ煮もあると思うんですけど、やっぱり味噌増やすであるとか、甘くしたかったらここにお砂糖を加えたり、自由にアレンジして各ご家庭の定番の味にしていただきたいですね。
じゃあ沸騰したら中弱火ぐらいですかね、まあ、弱火から中弱火ぐらいコトコトと煮ながら、ここで蓋をして20分間このまま置いておきます。これも置いとけばいいです。火加減だけ注意ですね。で20分経ちましたんで蓋を開けていきます。でこんな感じですね。水分もだいぶ減って、もう大根 も半透明な状態ですね、うん、こういう感じ、ですね。じゃあ次にここに残った調味料と材料を入れていきます。まずこんにゃく、まあ、本当厳密に言えばこんにゃくも水出しして、お砂糖なのでもんでですね、水出ししてから入れた方がいいんですけど、今日はねそういう時間をすべて省いて最短でお家でもつ煮を楽しめるもつ煮の作り方ということですからね。にんにく、生姜で合わせ調味料で、よく味噌溶かして再度沸騰させます。はい、調味料全部溶けて沸騰したら、今度は水分がまだ残ってますよね、それを濃縮してかつ具材に味を入れていくっていう作業になるので、蓋をせずに蒸発させながらこのまま再度20分煮ていきます。これもこのままもう置いていけばいいですね。火加減だけ要注意です。で20分経ったので、状況を確認しますとですね、もう水分こんだけなんですね。もう傾けないと水分が出てこないぐらい。で完全に飛ばしちゃうとしみしみな翌日の楽しみとかもなくなっちゃうんですよ。なのでこのぐらいの水分残すのが理想的ですね。そうすると大根ももうしっかり色ついてる状態で、もつは結構柔らかいです。でこんにゃくも表面色変わってますよね。こうなったら火を止めて盛り付けますね。しっかりと残った煮汁を再度絡めて、器に盛り付けて、こんな感じかな。お好みですけど、もう絶対ですね、僕の場合はマスと七味、完成です。今日はせっかくのもつ煮ですからね、いいちこ12度、木のまま冷やでいただきたいと思います。もつと大根ね、このペアはもう最強でしょ。大根ともつ、いただきます。柔らかい、もつがまず柔らかい、大根はしみしみでございます。あー、しみますよ。このもつ煮を出す店が近所にあったら3日に1回は行っちゃうかな。でこれ1本で買える、いい客だよね栗原さんって言われたりしてね。まあ本来はやっぱり出汁使ったりするんですけど、今回はだからそれをめんつゆで代替してる感じですかね。結構日持ちもしますし、ちょっとずつ毎日食べて、まあ、3日4日間ぐらいかな食べ続けられると思うので、ちょびちょびと、あなたの毎日のお酒ライフに